皆さん、こんにちは。お元気ですか？いつもありがとうございます。今日はね、パパさんに内緒で、こちらのハンバーグを食べていこうと思います。それだけのね、ビデオ、動画になりますのでね。もしこういうの見たくないっていう人は見ないでください。はい。こちらのね、ガーリックシュリンプっていうのを買ってきたんですけど、これはセットになってます。ポテトと、ハンバーグと、あとこちらのね、こっち、私は、ソーケンビ茶を頼みました。ね。中身の方はっていうと、まあ、こんな感じです。はい。中にタタルソース。キャベツですかね。あとはこちらのね、スパチキってなってるんですけど、スパビーで買ったような気がするんですよね。これ単品で買いましたね。何を買ったらいいかね、ちょっとマユさんと聞いてみたんですけど、ちょっとあんまりちょっとわからずでも買ってきました。これね、中ちょっとオーロラソースみたいな感じに見えますけれどもね、ちょっとスパイシーではないか、スパイシーって書いてあるからね。はいはい、ごめんなさい、もう食べちゃってました。ちょっとアフレコでねやってますね。本当電気代がね今高くなっててね、っていうか何でも高いですけどもね、クーラーとか、ちょっとしたねコンビニとか行くんでしたら、そのままつけたままでもね行っても全然構わないっていう感じがいいみたいですね。モーターがね回って、その冷たい風が出るまでの、やっぱり立ち上がるまでっていうんですか、ちょっとね電気量が上がるみたいなんですよね。電気量が上がるっていうかね、まあ多少なんでしょうけどね。でもやっぱ多少なれどもね、電気代がちょっと怖くわって感じですね。2人なんでうちはって思うんですけども、どうなることやらっていう感じですね。はい、こちらのスパピーってね、スパピーですね。ごめんなさい、スパピー。はーい。こちらね、スパチキってものになってますけど、反対でしたね。スパビーですね。スパビーの方をね、ちょっと食べていきたいと思います。ちょっと切り方もぐちゃぐちゃになってしまってすみません。ちょっと食べてみますね。咀嚼音がね、ちょっと嫌いな人がいると思うので、ちょっと声の方もね、いまいちだったので、こちらの方ね、アフレコにしました。あ、美味しいですね、これね。ちょっとピリッとする感じしますけど、なんかちょっとスパイシー、やっぱりちょこっとだけね。で、美味しいですよ。美味しいです、本当に。皆さんもね、本当に今こう暑いのね、暑いですよね、外ね、本当はさっき帰ってきたんですけど、暑くて暑くてね、すぐそこにクーラーつけましたけどね、本当暑いですね。もうね、本当にもう今月も、もう大体10日まで、大体10日と思って10日ぐらいで、ですよね、10日ぐらいでもう9月になります。早いものですよね。ね、朝寒さも彼岸までって言いますけどね。ちょっとアフレコと画像が合ってなくてごめんなさい。なんか詰まったみたいでね。なんで詰まった？ストロー嫌なんです、本当は。紙ストローだったんでね。ちょっとうわーって思うけど。エコのためなんですかね、これね。悪くてごめんなさい。
べるだけのね動画だったんですけどね、今一生懸命切ってますし、そしたらパンしか取れてないって思うんですけど笑っちゃいますよね、一人で笑ってます。ソースがねこっち美味しかったですね、こちらのね、スパビーのね美味しかったです。反対のはね普通のまああのあれですよね、シュリンプエビバーガーみたいな感じですね。エビバーガーって、エビバーガーって言わないよね、なんだっけ、シュリンプ、シュリンプちょっと言わずれごめんなさい、これでもねすごい好きなんだ。シュリンプですね、はい、出ました出しました。全然ねアフレコとあの食べてるとなんか全然違うことを言ってるかもしれませんけど ね皆さんもなかなかね暑い日がね続いておりますけれどもね、本当にあの塩分ね、水分一番大切です、水分取ってくださいね。そしてハンバーグなんかもね、ハンバーグでもなんでもまあね、本当にあの食べないと体力が持たないんですよね。私は体力持たない持たないっていう食べ過ぎてちょっと太ったかもしれないんですけどね、うん、パパさんにね内緒で食べてるので、ね、申し訳ございませんけどよろしくお願いします。ね、なんかぐちゃぐちゃになっちゃってね、なこんな食べ方あるって感じですけどね、本当に見たくない人は見ないでくださいって感じですよね。ごめんなさいね、見たくない、そういう動画を出すっていうのはそういうどういう神経してんのって思われますけどね、はい、ハンバーグのね説明をしてるようですけども、こっちで説明してるんですけどもね、まあ、というふうにあのね咀嚼音がどうしても聞こえてしまうっていうんですか、なのでちょっとあのこういったものにしてみましたね。それでは皆さん本当に最後までご視聴ありがとうございました。それではまたです。ありがとうございました。